もったいないって感じだよね。そう、ちょっともったいないですね。今ゴミが入っちゃったかな。わかります。本当のサーフボードなんかのシェイプ、そうそうそう、シェーピングだとかバンキーパッドの形状を3次元の、うん、あの3次元の曲面出す時とか、うん、小さいディンプル埋める時とか凹凸、うん、な感じだ。例えばこ この辺の凹凸を消したいとかっていうと、こう来るわけじゃないですか、はいはいはい、こういうこのぐらいのクオリティのものを自分で混ぜて作ると意外と難しいですよね。こう綺麗が良くて こんだけ綺麗に、だから例えばもうちょっと厚めに塗ってこのぐらいまで来たものに研ぎを入れてこのぐらいにするわけですよ。ついてるとこもあるし、うん、薄いとこもあるし厚いとこもあるし、そう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 、こんだけ綺麗にこの模様が出るって結構すごいと思いますよ。自分でこう普通に練ったのを入れるとこうあんまなんないですからね、うん、でそれで時間が経つと表面が地頭って、そうですね、うん、樹脂の樹脂リッチの面、平滑面が地頭って出てきて、やっぱり下地によくついていかないと、そうですね、あれだよね、めくれてきちゃうんだよね、うん、そのパテ付けやってる時にね、不安がないっていうんですか、はいはいはい、硬化した後、うん、当たり前に作業ができて違和感がない、うん、ね、いうところですかね。でエポキシだからさ、やっぱり肉痩せないからいいんですよね。うん、これがもったいないって感じだよね。そう、ちょっともったいないですね、うん、今ゴミが入っちゃったか、うん、分かります。本当のサーフボードなんかのシェイプ、そうそうそう、シェーピングだとかバンキーパッドの形状を3次元の、うん、あの3次元の曲面出す時とか、うん、小さいディンプル埋める時とか凹凸、な感じだ。例えばこの辺の凹凸を消したいとかっていうと、はい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 、こう来るわけじゃないですか、はいはいはい、こういうこのぐらいのクオリティのものを自分で混ぜて作ると意外と難しいですよね。こう綺麗が良くて こんだけ綺麗に、だから例えばもうちょっと厚めに塗ってこのぐらいまで来たものに研ぎを入れてこのぐらいにするわけですよ。ついてるとこもあるし、薄いとこもあるし厚いとこもあるし、そう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 、こんだけ綺麗にこの模様が出るって結構すごいと思いますよ。自分でこう普通に練ったのを入れるとこうあんまなんないですからね、うん、でそれで時間が経つと表面が地頭って、そうですね、うん、樹脂の樹脂リッチの面、平滑面が地頭って出てきて、やっぱり下地によくついていかないと、そうですね、あれだよね、めくれてきちゃうんだよね、うん、そのパテ付けやってる時にね、不安がないっていうんですか、はいはいはい、硬化した後、うん、当たり前に作業ができて違和感がない、うん、ね、いうところですかね。でエポキシだからさ、やっぱり肉痩せないからいいんですよね。これがもったいないって感じだよね。そう、ちょっともったいないですね、うん、今ゴミが入っちゃったか、うん、分かります。本当のサーフボードなんかのシェープ、そうそうそう、シェーピングだとかバンキーパッドの形状を3次元の、うん、あの3次元の曲面出す時とか、うん、小さいディンプル埋める時とか凹凸、な感じだ。例えばこの辺の凹凸を消したいとかっていうと、はいはいはい、こう来るわけじゃないですか、はいはいはい、こういうこのぐらいのクオリティのものを自分で混ぜて作ると意外と難しいですよね。こう綺麗が良くてこんだけ綺麗に、だから例えばもうちょっと厚めに塗ってこのぐらいまで来たものに研ぎを入れてこのぐらいにするわけですよ。ついてるとこもあるし、薄いとこもあるし厚いとこもあるし、そう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 、こんだけ綺麗にこの模様が出るって結構すごいと思いますよ。そうだね、うん、
自分でこう普通に練ったのを入れると、はいはいはい、こうあんまなんないですからね、うん、でそれで時間が経つと表面が自凍って、そうですね、うん、あの樹脂の樹脂リッチの面、平滑面が自凍って出てきて、やっぱり下地によくついていかないと、そうですね、あれだよね、めくれてきちゃうんだよね、うん、そのパテ付けやってる時にね、不安がないっていうんですか、はいはいはい、硬化した後、うん、当たり前に作業ができて違和感がない、うん、ね、いうところですかね。でエポキシだからさ、やっぱり肉痩せないから、そうですね、いいんですよね、うんうん、これがもったいないって感じだよね。そう、ちょっともったいないですね、うん、今ゴミが入ってた、わ、うん、かります。本当のサーフボードなんかのシェイプ、そうそうそう、シェーピングだとかバンキーパッドの形状、3次元の、うん、あの3次元の曲面出す時とか、うん、小さいディンプル埋める時とか凹凸、こんな感じだ、うん、例えばこの辺の凹凸を消したいとかっていうと、はい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 、こう来るわけじゃないですか、はいはいはい、こういうこのぐらいのクオリティのものを自分で混ぜて作ると意外と難しいですよね、こう綺麗が良くて こんだけ綺麗に、だから例えばもうちょっと厚めに塗ってこのぐらいまで来たものに研ぎを入れてこのぐらいにするわけですよ、ついてるとこもあるし、薄いとこもあるし、厚いとこもあるし、そうこんだけ綺麗にこの模様が出るって結構すごいと思いますよ。そうね、うん、自分でこう普通に練ったのを入れるとこうあんまなんないですからね、うん、でそれで時間が経つと表面が自凍って、そうですね、うん、あの樹脂の樹脂リッチの面、平滑面が自凍って出てきて、やっぱり下地によくついていかないと、そうですね、あれだよね、めくれてきちゃうんだよね、うん、そのパテ付けやってる時にね、不安がないっていうんですか、はいはいはい、硬化した後、うん、当たり前に作業ができて違和感がない、うん、ね、いうところですかね。でエポキシだからさ、やっぱり肉痩せないから、そうですね、いいんですよね、うん、これがもったいないって感じだよね。そう、ちょっともったいないですね、うん、今ゴミが入ってた、わ、うん、かります。本当のサーフボードなんかのシェープ、そうそうそう、シェーピングだとかバンキーパッドの形状、3次元の、うん、あの3次元の曲面出す時とか、うん、小さいディンプル埋める時とか凹凸、うん、な感じだ、うん、例えばこの辺の凹凸を消したいとかっていうと、はい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 、こう来るわけじゃないですか、はいはいはい、こういうこのぐらいのクオリティのものを自分で混ぜて作ると意外と難しいですよね、こう綺麗が良くてこんだけ綺麗に、だから例えばもうちょっと厚めに塗ってこのぐらいまで来たものに研ぎを入れてこのぐらいにするわけですよ、ついてるとこもあるし、薄いとこもあるし、厚いとこもあるし、そうこんだけ綺麗にこの模様が出るって結構すごいと思いますよ。そうだね、うん、自分でこう普通に練ったのを入れるとこうあんまなんないですからね、うん、でそれで時間が経つと表面が自凍って、そうですね、うん、あの樹脂の樹脂リッチの面、平滑面が自凍って出てきて、やっぱり下地によくついていかないと、そうですね、あれだよね、めくれてきちゃうんだよね、うん、そのパテ付けやってる時にね、不安がないっていうんですか、はいはいはい、硬化した後、うん、当たり前に作業ができて違和感がない、うん、ね、いうところですかね。でエポキシだからさ、やっぱり肉痩せないから、そうですね、いいんですよね、うん、これがもったいないって感じだよね。そう、ちょっともったいないですね、うん、今ゴミが入ってた、わ、うん、かります。本当のサーフボードなんかのシェープ、そうそうそう、シェーピングだとかバンキーパッドの形状、3次元の、うん、あの3次元の曲面出す時とか、うん、小さいディンプル埋める時とか
凹凸、うん、例えばこんな感じだ、うん、例えばこの辺の凹凸を消したいとかっていうと、はいはいはい、こう来るわけじゃないですか、はいはいはい、こういうこのぐらいのクオリティのものを自分で混ぜて作ると意外と難しいですよね、こうキレが良くてこうこんだけ綺麗に、だから例えばもうちょっと厚めに塗ってこのぐらいまで来たものに研ぎを入れてこのぐらいにするわけですよ、ついてるとこもあるし薄いとこもあるし厚いとこもあるし、そう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 、こんだけ綺麗にこの模様が出るって結構すごいと思いますよ。そうだね、うん、自分でこう普通に練ったのを入れるとこうあんまなんないですからね、うん、でそれで時間が経つと表面が地頭って、そうですね、うん、樹脂リッチの面、平滑面が地頭って出てきて、やっぱり下地によくついていかないと、そうですね、あれだよね、めくれてきちゃうんだよね、うん、そのパテ付けやってる時にね、不安がないっていうんですか、はいはいはい、硬化した後、うん、当たり前に作業ができて違和感がない、うん、ね、いうところですかね。でエポキシだからさ、やっぱり肉痩せないからいいんですよね、うん、これがもったいないって感じだよね。そう、ちょっともったいないですね、うん、今ゴミが入ってた、うん、分かります。本当のサーフボードなんかのシェーピングだとかバンキーパートの形状を3次元の、うん、あの3次元の曲面出す時とか、うん、小さいディンプル埋める時とか凹凸、うん、例えばこんな感じだ、うん、例えばこの辺の凹凸を消したいとかっていうと、はいはいはい、こう来るわけじゃないですか、はいはいはい、こういうこのぐらいのクオリティのものを自分で混ぜて作ると意外と難しいですよね、こうキレが良くてこうこんだけ綺麗に、だから例えばもうちょっと厚めに塗ってこのぐらいまで来たものに研ぎを入れてこのぐらいにするわけですよ、ついてるとこもあるし薄いとこもあるし厚いとこもあるし、そう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 、こんだけ綺麗にこの模様が出るって結構すごいと思いますよ。そうだね、うん、自分でこう普通に練ったのを入れるとこうあんまなんないですからね、うん、でそれで時間が経つと表面が地頭って、そうですね、うん、樹脂リッチの面、平滑面が地頭って出てきて、やっぱり下地によくついていかないと、そうですね、あれだよね、めくれてきちゃうんだよね、うん、そのパテ付けやってる時にね、不安がないっていうんですか、はいはいはい、硬化した後、うん、当たり前に作業ができて違和感がない、うん、ね、いうところですかね。でエポキシだからさ、やっぱり肉痩せないからいいんですよね、そうですね、うん、これがもったいないって感じだよね。そう、ちょっともったいないですね、うん、今ゴミが入ってた、わ、うん、かります。本当のサーフボードなんかのシェーピングだとかバンキーパートの形状を3次元の、うん、3次元の曲面出す時とか、うん、小さいディンプル埋める時とか凹凸、うん、例えばこんな感じだ、うん、例えばこの辺の凹凸を消したいとかっていうと、はい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 、こう来るわけじゃないですか、はいはいはい、こういうこのぐらいのクオリティのものを自分で混ぜて作ると意外と難しいですよね、こうキレが良くてこうこんだけ綺麗に、だから例えばもうちょっと厚めに塗ってこのぐらいまで来たものに研ぎを入れてこのぐらいにするわけですよ、ついてるとこもあるし薄いとこもあるし厚いとこもあるし、そう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 、こんだけ綺麗にこの模様が出るって結構すごいと思いますよ。そうだね、うん、自分でこう普通に練ったのを入れるとこうあんまなんないですからね、うん、でそれで時間が経つと表面が地頭って、そうですね、うん、樹脂リッチの面、平滑面が地頭って出てきて、
やっぱり下地によくついていかないと、そうですね、あれだよね、めくれてきちゃうんだよね、うん、そのパテ付けやってる時にね、うん、不安がないっていうんですか、はいはいはい、硬化した後、うん、当たり前に作業ができて違和感がない、うん、ね、いうところですかね。でエポキシだからさ、やっぱり肉痩せないからいいんですよね、うん、うん、これがもったいないって感じだよね。そう、ちょっともったいないですね、うん、今ゴミが入っちゃったか、うん、分かります。本当のサーフボードなんかのシェープ、そうそうそう、シェーピングだとかバンキーパッドの形状、3次元の、うん、あの3次元の曲面出す時とか、うん、小さいディンプル埋める時とか凹凸、うん、な感じだ、うん、例えばこの辺の凹凸を消したいとかっていうと、はい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 、こう来るわけじゃないですか、はいはいはい、こういうこのぐらいのクオリティのものを自分で混ぜて作ると意外と難しいですよね、はいはいはい、こう切れが良くて こんだけ綺麗に、はい、だから例えばもうちょっと厚めに塗って、うん、このぐらいまで来たものに研ぎを入れて、うん、このぐらいにするわけですよ、はいはいはい、ついてるとこもあるし、うん、薄いとこもあるし厚いとこもあるし、そうこんだけ綺麗にこの模様が出るって結構すごいと思いますよ、うん、そうだね、うんうんうん、自分でこう普通に練ったのを入れるとこうあんまなんないですからね、うん、でそれで時間が経つと表面が地頭って、そうですね、うん、樹脂リッチの面、平滑面が地頭って出てきて、うん、やっぱり下地によくついていかないと、そうですね、あれだよね、めくれてきちゃうんだよね、うん、そのパテ付けやってる時にね、不安がないっていうんですか、はい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 、硬化した後、うん、当たり前に作業ができて違和感がない、うん、ね、いうところですかね。でエポキシだからさ、やっぱり肉痩せないからいいんですよね、うん、うん、これがもったいないって感じだよね。そう、ちょっともったいないですね、うん、今ゴミが入っちゃった、うん、分かります。本当のサーフボードなんかのシェーピングだとかバンキーパッドの形状、3次元の、うん、あの3次元の曲面出す時とか、うん、小さいディンプル埋める時とか凹凸、うん、な感じだ、うん、例えばこの辺の凹凸を消したいとかっていうと、はい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 、こう来るわけじゃないですか、はいはいはい、こういうこのぐらいのクオリティのものを自分で混ぜて作ると意外と難しいですよね、はいはいはい、こう切れが良くてこんだけ綺麗に、はい、だから例えばもうちょっと厚めに塗って、うん、このぐらいまで来たものに研ぎを入れて、うん、このぐらいにするわけですよ、はいはいはい、ついてるとこもあるし、うん、薄いとこもあるし厚いとこもあるし、そうこんだけ綺麗にこの模様が出るって結構すごいと思いますよ、うん、そうだね、うん、うんうん、自分でこう普通に練ったのを入れるとこうあんまなんないですからね、うん、でそれで時間が経つと表面が地頭って、そうですね、うん、樹脂リッチの面、平滑面が地頭って出てきて、うん、やっぱり下地によくついていかないと、そうですね、あれだよね、めくれてきちゃうんだよね、うん、そのパテ付けやってる時にね、不安がないっていうんですか、はいはいはい、硬化した後、うん、当たり前に作業ができて違和感がない、うん、ね、いうところですかね。でエポキシだからさ、やっぱり肉痩せないからいいんですよね、うん、うん、これがもったいないって感じだよね。そう、ちょっともったいないですね、うん、今ゴミが入っちゃった、うん、分かります。本当のサーフボードなんかのシェーピングだとかバンキーパッドの形状、3次元の、うん、3次元の曲面出す時とか、うん、小さいディンプル埋める時とか凹凸、な感じだ、うん、例えばこの辺の凹凸を消したいとかっていうと、はいはいはい、こう来るわけじゃないですか、はいはいはい、こういうこのぐらいのクオリティのものを自分で混ぜて作ると意外と難しいですよね、こう切れが良くてこんだけ綺麗に、だから例えばもうちょっと厚めに塗って、
このぐらいまで来たものに研ぎを入れて、このぐらいにするわけですよ。ついてるとこもあるし、薄いとこもあるし、厚いとこもあるし、そう。こんだけ綺麗にこの模様が出るって結構すごいと思いますよ。自分でこう普通に練ったのを入れるとこうあんまなんないですからね。でそれで時間が経つと表面が地頭って、そうですね、あの何あの樹脂の樹脂リッチの面、平滑面が地頭って出てきて、やっぱり下地によくついていかないと、そうですね、あれだよね、めくれてきちゃうんだよね、そのパテ付けやってる時にね、不安がないっていうんですか、硬化した後、当たり前に作業ができて違和感がないね、いうところですかね。でエポキシだからさ、やっぱり肉痩せないからいいんですよね。これがもったいないって感じだよね。そう、ちょっともったいないですね。今ゴミが入ってた、わかります。本当のサーフボードなんかのシェーピングだとかバンキーパートの形状を3次元の、3次元の曲面出す時とか、小さいディンプル埋める時とか凹凸、例えばこの辺の凹凸を消したいとかっていうと、こう来るわけじゃないですか、こういうこのぐらいのクオリティのものを自分で混ぜて作ると意外と難しいですよね。こう綺麗が良くて こんだけ綺麗に、だから例えばもうちょっと厚めに塗って、このぐらいまで来たものに研ぎを入れて、このぐらいにするわけですよ。ついてるとこもあるし、薄いとこもあるし、厚いとこもあるし、そう。こんだけ綺麗にこの模様が出るって結構すごいと思いますよ。自分でこう普通に練ったのを入れるとこうあんまなんないですからね。でそれで時間が経つと表面が地頭って、そうですね、あの何あの樹脂の樹脂リッチの面、平滑面が地頭って出てきて、やっぱり下地によくついていかないと、そうですね、あれだよね、めくれてきちゃうんだよね、そのパテ付けやってる時にね、不安がないっていうんですか、硬化した後、当たり前に作業ができて違和感がないね、いうところですかね。でエポキシだからさ、やっぱり肉痩せないからいいんですよね。これが